皆さんこんにちは、森田絹子のシルクチャンネルです。スタジオ担当女性アナウンサーの独断と偏見によっておすすめのものをピックアップしていくというコーナーです。ということで今日の企画はこちらです。進化する岩下の新生姜の世界。生姜が進化する、そうなんです。で岩下の、ね、新生姜といえばこちらです。はい、まあ、よくねスーパーに行くという方は一度は見たことがあると思いますが、はいはい、この新生姜といえば岩下なんですが、美味しいですよね。これがねグッチーさん、うん、今進化をしているんです、うん、今日はたくさん紹介していきますので。どう進化するんだろう。でしょ、気になりますね。こんな形がね、そうここまではいかないけどちょっと変わってます。こちらです、じゃん。かける岩下の新生姜みじんタイプ。みじんタイプ。そうということでね、はい、こういう風にみじん切りになっているので、そう料理にも使いやすいんですけど。なるほど、進化しました。 ね切られてるんですよ。で、うん、これ豆腐、お豆腐に合うということですので、はい、今日豆腐にかけてみました。豆腐の上にものすごいかかってます、はい、ちなみに絹豆腐を用意しました。あ、さすが絹子だけに。そうなんです、さすがシルクさん。いただきます。はい、色も綺麗ですね、はい、見た目がね。あ、意外とかかんなかった、ごめん。ちゃんと手の手でやろう。お好み焼きとかにも便利かもしれませんね。どうですか。うん、味はそのままに、うん、夏にさっぱりって感じですね。そうですよね、うん、すっきりとしますよね。暑い時期にこれは冷ややっこに合うね、うん、お父さんの晩酌にもいいかもしれません。そうか、こうやってみじん切りにしといてもらえれば何にでもかけられますね、はい、そうなんです、便利なんですよね、うんうん。じゃあ続いての進化いきましょう。いい、はい、こちらです。ドライフルーツみたいな岩下の新生姜。これちょっとどういうことって思うかもしれませんが、中がですねこんな感じになっていまして、あのパイナップルとかマンゴーのドライフルーツと、まあ、似たような感じで、周りに砂糖や水飴でコーティングがされているんですよ。生姜、生姜が、生姜なの。周りは甘い、中はピリッと。甘い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 。ピリピリします。あ、でもこういうお菓子昔、うん、何かに混ざってました。生姜の甘酢、なんだろう、懐かしい感じがする。なんでしょうね、懐かしい味。甘くてだけど生姜、うん、しっかりピリピリ感があるんですが、これね、うん、あの白ワインとかウイスキーにも合う、ちょっとおつまみにもいいかもしれないですね。なんだろう洋菓子とか混ぜたい。あ、何かに混ぜるのもありかも、うんうん、では続いての進化こちら、先月発売されたばかりなんですが、焼きそば専用の新生姜なんですね。焼きそば用に、美味しさはそのままで千切りに、こう口当たりがいいように、あ、焼きそばに合うように切り方を変えたんだ。そうなんです、これもアイディアですね。切り方を変えたっていうか、生姜ってそういうものなんじゃないですか。いや、じゃあね、なってないですか、まずね、はい、合うのかどうかをね、はい、食べてもらおうということで、はい、焼きそばを用意したんですが、グッチーさんに、はい、その焼きそばというのもこちら、岩下の新生姜の塩焼きそばというものが、ね、進化しましたね。え、これの中に、でこの中にはこれはねまだ入ってないんですけれども、はい、生姜のパウダーが入っていまして、パウダーが練り込まれてて、うん、これだけでも生姜の味、ちょっとまずねそのまま食べてみてほしいかな。そのまま、はい、まこれだけでも十分ピリピリすると思いますが、はい、どうでしょう。スタッフちょっと時間置きすぎ、ちょっと固まっちゃいましたね時間を見誤りました、すすれない皆さんは美味しく食べてください。生姜、いや、なんで、味どうです。生姜の香りがふわって吸い込んだらするので、うんうん、結構生姜感強いです。ですよね。でも、うん、さらにこの専用に作られた焼きそば用の新生姜をかけてみてください。もうたっぷりいっちゃいましょう、グッチーさんね。え、こういう焼きそば見たことありますよね、うん、でも新生姜なので普通のこう紅生姜よりは辛さが少なくてマイルドなんですよ。優しい甘さ、優しい辛み、ね、爽やか、うん、紅生姜よりもやっぱり新生姜の方が夏っぽい感じがしますね。そうですね、うんうん、いや結構私もさっき食べたんですが汗かいてきませんか。そうですね、やっぱり生姜だけに暑くなる、うん、でも夏こそやっぱり代謝を上げて健康にしたいですから、はい、汗かくのはしょうがないねそのギャグしょうがないな、許してあげましょうということで岩下食品で検索して皆さんもこの究極の生姜味わってみてくださいね。ということでこの時間の